地上基盤無線は公共安全に使用する特定用途向け業務用デジタル移動通信システムで政府機関や特別救急サービス、警察、消防署、救急車、鉄道輸送の従業員、運送サービス、及び軍用向けに設計されている。欧州電気通信標準化機構によって1995年に公表され、欧州電気通信標準化機構によって認められた。 日本では電波産業界が STDT80 として標準化した。以前はトランス、ヨーロピアントランクとラジオと呼ばれていた。無線のトランクシステムのヨーロッパ規格であり、プロのモバイル無線と双方向トランシーバー仕様である。テトラは政府機関、緊急サービスによる公共安全ネットワーク、鉄道ラジオの鉄道輸送スタッフ、輸送サービス。 および軍隊による使用のために特別に設計された。テトラはプロジェクト25と同様にヨーロッパ版のトランク無線である。テトラは1995年に公開された最初のバージョンである欧州電気通信標準化機構の標準である。欧州無線通信委員会によって言及されている。テトラは4つのユーザーチャネルを備えた一つの無線キャリアで、 25kHz キャリア間隔の自分割り多元接続を使用する。情報を送信するためパイ4 d q p s k という位相変異変調によるデジタル変調方式を使用する。規格には低データレートのデジタルデータ送信も含まれる。大規模な公共イベントや災害などにおける過負荷状態でも正常な通信が確保され、いつでも通話相手に接続できる。 携帯電話と異なり、テトラは1対1、1対多数、多数対多数の接続が確立できる。エアインターフェースによる暗号化とエンドツーエンドの暗号化の両方をサポートする。テトラは自分割り多元接続を使用し、一つの無線キャリアで4つのユーザーチャンネルと25キャリア間のキロヘルツ間隔、両方のポイントツーポイント及び、 ポイントツーマルチポイント転送を使用することができる。低データレートでのデジタルデータ送信も標準に含まれている。テトラモバイルステーションはダイレクトモードオペレーション、またはテトラ基地局で構成されるスイッチング及び管理インフラストラクチャを使用したトランクモードオペレーションを使用して通信できる。ダモにはネットワークカバレッジが利用できない状況で直接 通信を許可するだけでなく、一つ以上のテトラ端末のシーケンスをリレーとして使用する可能性もある。この機能はダモゲートウェイ、またはダモリピーターと呼ばれる。緊急事態では、この機能により地下、またはカバレッジの悪いエリアでの直接通信が可能になる。テトラシステムは、音声及びディスパッチサービスに加えて、いくつかのタイプのデータ通信をサポートしている。 ステータスメッセージとショートデータサービスはシステムのメイン制御チャンネルを介して提供されるがパケット交換データまたは回線交換データ通信は特別に割り当てられたチャンネルを使用する。テトラはインフラストラクチャへの端末の認証およびその逆の認証を提供する。盗聴から保護するためにエアインターフェース暗号化とエンドツーエンド暗号化が利用できる。 一般的な操作モードはグループ呼び出しモードである。このモードではボタンを1回押すだけでユーザーが選択された呼び出しグループまたはディスパッチャのユーザーに接続される。端末が1対1のトランシーバーとして機能することも可能であるが通話は引き続きネットワークを使用するため通常の範囲制限はない。テトラ端子として作用することができる携帯電話全20他の テトラユーザーまたはに直接接続 PSTN 端末に用意されている緊急ボタンを使用するとユーザーは緊急信号をディスパッチャーに送信し同時に行われている他のアクティビティを無効にすることができるテトラデバイスが PSTN に直接接続し携帯電話として機能できる1対1のウォーキートーキーとして使用できるのが グループ通話モードで使用される場合が多い。通話に関するボタンを押すと、ユーザーは通信を使い、グループ内の他の全部のユーザーに接続できる。緊急ボタンを押すと、ユーザーから通信指令によって緊急信号が送信され、その時で行っている他のすべての通話よりも優先される。他のテクノロジーに対するテトラの主な利点は次の通り。詳細については、 テトラアソシエーションから入手できる。標準は ETSI から無料でダウンロードできる。主な欠点は次の通り。どちらのオプションでも1から4のタイムスロットを使用できる。異なる実装には以前の接続機能の一つ、両方、また話、および一つのタイムスロット以上が含まれる。これらのレートは DMR、DPMR、および P25 が対応できる競合テクノロジーよりも表面的には高速である。標準の最新バージョンは115.2をサポートしている25のキロビット s ヘルツまたは最大691.2拡張150でのキロビット s ヘルツチャンネル。制限を克服するために多くのソフトウェアベンダーは重要なシグナリングにテトラが使用され、 画像とビデオの大規模なデータ同期と転送が 3G、LTE で行われるハイブリッドソリューションを検討し始めた。テトラシステムは以下の国の公共部門で使用されている。テトラネットワークインフラストラクチャのインストールのみがリストされている。テトラはオープンスタンダードであり、これらの各ネットワークは様々なサプライヤーのテトラモバイル端末を自由に 組み合わせて使用できる。その変調テトラため、用途作動直行移送シフトキーイング。シンボルレートは1秒あたり18000シンボルであり、各シンボルは2ビットにマッピングされるため、36000ビット秒になる。移送シフトキーイングの形式が、各バースト中にデータを送信するために使用されるので、送信電力が一定であると期待することは、合理的に思われる。しかし、 そうではない。これは基本的にメインキャリアの変調でのデータの繰り返しである。側波帯が不要なスペクトルが使い果たされないようにシャープフィルターでフィルター処理されるためである。これにより深幅変調が発生し、テトラが線形増幅器を必要とするのはこのためである。結果のピーク帯平均パワーの比率は 3.65dB である。 非線形の増幅機が使用されている場合、サイドバンドが再び現れ、隣接チャンネルに干渉を引き起こす。必要な線形性を実現するために、一般的に使用される手法には、デカルトループと適応型プリディストーションがある。基地局は、通常、様々なキャリア周波数で様々なモバイルから継続的に送信し、継続的に受信する。したがって、テトラシステムは、 周波数分割伏信システムである。テトラは GSM のような FDMA、TDMA も使用する。モバイルは通常1スロット4でのみ送信し、1スロット4で受信する。テトラの音声信号は8ヘルツ時にサンプリングされる。次に代数的高度冷気線形予測を使用してボコーダーで圧縮される。これにより4.567の データストリームが作成される。キロビット、秒。このデータストリームは送信前にエラー保護エンコードされノイズのあるチャンネルでも正しくデコードできる。コーディング後のデータレートは7.2である。キロビット、秒。17、18フレーム使用時の単一のトラフィックスロットの容量。一つのスロットは255個の使用可能なシンボルで構成され。 残りの時間は同期シーケンスとオン、オフなどで使い果たされる。一つのフレームは4つのスロットで構成され、マルチフレームは18フレームで構成される。ハイパーフレームも存在するが、主に暗号化アルゴリズムへの同期を提供するために使用される。ダウンリンクは通常、モバイルとの特定の通信、同期、またはその他の一般的なブロードキャストのいずれかで、 構成される連続的な送信である。通常、すべてのスロットはアイドルであってもバーストで埋められる。システムは毎秒18フレームを使用するが、そのうちの17のみがトラフィックチャンネルに使用され、18番目のフレームはシグナリング、ショートデータサービスメッセージ、または同期用に予約されている。テトラのフレーム構造は18000シンボル秒で構成される。 255シンボル、スロット4スロット、フレームで17で近くされる、振幅変調の原因である。ヘルツで1スロット、4でのみ送信するモバイル、ポータブルで特に顕著である。彼らは残りの3つのスロットを使用して周波数を切り替え、2スロット後に基地局からバーストを受信し、送信周波数に戻りる。機密性を提供するために、 テトラエアインターフェースはテトラ暗号化アルゴリズム暗号の一つを使用して暗号化される。暗号化は機密性と信号の保護を提供する。現在、4つの異なる暗号が定義されている。これらの T 暗号はブロック暗号のタイニーエンクリプション、アルゴリズムと混同しないでください。T 暗号はエクスポートと使用の制限により利用可能性が異なる。 これらのプロプライエタリー暗号に関して公開されている詳細はほとんどないリースはテトラの初期の設計ドキュメントで伝送エラーを伝播しないという特性により暗号化はストリーム暗号で行う必要があると述べているパーキンソン語でこれを確認し T は80ビットの鍵を使用したストリーム暗号であると説明している T1 と T4 は基本レベルのセキュリティを提供し 商用利用を目的としている。T2 暗号はヨーロッパの公安機関に制限されている。T3 暗号は T2 が適しているが利用できない状況を向けである。追加情報画像でのセルの再選択、ルシ SRTFRT セル制限この最初の表現は低速再選択式位置、高速再選択式位置、および電波チ延長化パラメーターが最もありそうな。 場所を示している。これらはテトラ基地局からの距離が増加するにつれて減衰する無線キャリアに関連して表される。この図からこれらの SRT 及び FRT トリガーポイントはそれぞれのセルキャリアの減衰する無線信号強度に関連付けられている。式位置はセルの再選択手順が時間通りに行われ進行中の通信呼び出しの通信継続性を 保証するように配置されている。最初のセルの選択セルの初期選択次の図は、所定のテトラムセンセルの初期選択の場所を示している。最初のセル選択は、エメリートを MAC にある手順によって実行される。セル選択が行われ、可能な登録が実行されると、移動局はセルに接続していると、こといる。モバイルは、 最初に、正の C1 値を持つ任意の適切なセルを選択できる。つまり、受信信号レベルが、アクセスパラメータの最小受信レベルよりも高くなっている。最初のセル選択手順では、MS がダウンリンクデータを確実にデコードできるセルと、アップリンク通信の確率が高いセルを選択するようにする。満たさなければならない、最小条件は c 1例である。 ネットワークへのアクセスは、セルの選択が成功することを条件とする。モバイルスイッチがオンになると、モバイルは基地局の一つの初期セル選択を行える。これは、アクティブ価値の初期交換を示する。最小受信アクセスレベル情報要素は、表18.24で定義されているように、サービングセル、または隣接セルのいずれかのセルのスワミーで必要な。 最小受信信号レベルを示する。セルの改善セルの改善次の図は、特定のテトラム線セルが放棄可能になる場所を示している。サービングセルは、次の場合に放棄される。サービングセルの C1 が、5秒間、無線ネットワークパラメータセル再選択パラメータ、高速再選択式位置で定義された値を、下回っており、隣接セルの C1、または、 C に無線ネットワークパラメータセルの最選択パラメータで定義された値だけ5秒の期間、サービングセルの C1 を超える。使用可能なセル使用可能なセル次の図は、特定のテトラ無線セルがどこで使用可能になるかを示している。セルに十分な品質のダウンリンク無線接続がある場合、隣接セルは無線使用可能になる。 隣接セルの無線が使用可能であると宣言するには次の条件を満たす必要がある。隣接セルのパス損失パラメータ C1 または C2 は5秒間で高速再選択式1と高速再選択式1の合計よりも大きく、かつ隣接セルによって提供されるサービスレベルはサービングセルのサービスレベルよりも高い。MM がセルの再選択を要求しない限り、 過去15秒以内にセルの再選択が成功することはない。MSMLE は一つの隣接セルがスキャン、または監視されるたびにサービングセル放棄の基準をチェックする。次の条件により MS は隣接セルを現在のサービングセルよりも高いサービスレベルに評価する。セル放棄可能セル放棄可能次の図は特定のテトラムセンセルが放棄可能になる場所を示している。 サービングセルは次の場合に放棄される。サービングセルの C1 が5秒間無線ネットワークパラメータセル再選択パラメータ、高速再選択式位で定義された値を下回っており、隣接セルの C1、または C2 無線ネットワークパラメータセルの再選択パラメータで定義された値だけ5秒の期間、サービングセルの C1 を超える。 モビリティ管理がセルの再選択を要求しない限り過去15秒以内にセルの再選択が成功することはない m s m l ーは一つの隣接セルがスキャンまたは監視されるたびにサービングセル放棄の基準をチェックする無線ダウンリンク障害無線ダウンリンク障害 FRT 式位置に違反すると MS はサービングセルを放棄して少なくとも 使用可能な品質の別のセルを取得することが不可欠な状況になる。つまり、移動局は無線信号が急速に減衰していることを認識しており、無線リンク障害のために通信が終了する前に、セルを迅速に再選択する必要がある。移動局の無線信号が最小受信レベルに違反すると、無線はユーザーにとって許容可能な通信を維持する位置になくなり、 無線リンクが切断される。無線リンク障害。推奨値を使用すると、これは -105dBm 未満のサービングセルレベルで満たされる。次に、適切な無線基地局を見つけるために、セル彩選択手順がアクティブになる。Java ベースのテクノロジーを使用する特定のテトラ無線端末は、エンドユーザーに短期間の割り当てで、自分の仕事の役割を果たすために必要な、 通信権を提供する。機動性、柔軟性、及び進化能力のために公共交通機関の無線工学部門はオープンソース、3が管理する Java 言語使用および関連するワークグループを使用して輸送アプリケーションツールキットを作成することを選択した。サービスの取得では、イザド、グシー、またはその他のテトラ関連の通信確率番号計画の 完全な知識を持たずにサービス ID を呼び出すことにより異なる認証済みエージェントが異なるサービス間の通信チャンネルを確立することを許可する。サービスの取得はテトラ・コアネットワークに接続された通信権集中サービスまたはロール割り当てサーバーを通じて管理される。要約するとテトラン未の目的は次の通り。このトランスポートアプリケーションツールキットは デトラ通信テクノロジーを使用して正常に作成され、工述する将来の公共トランスポートアプリケーション要件を保証する。ホームメニューは、エンドユーザーに3つの可能性を提示する。サービス取得、ステータス SDS、エンドユーザーパラメータ。サービスの取得は、エンドユーザーが所持している端末を保護している間、エンドユーザーを特定の無線端末及び、 テトラネットワークに仮想的にパーソナライズする手段を提供する。ステータス SDS は440を生成するメカニズムをエンドユーザーに提供する。同じグループショートサブスクライバー ID 内のメンバー、または特定の個別ショートサブスクライバー ID に割り当ての期間。利点は各エンドユーザーが特定の端末に接続し、 無線ソフトウェアプログラミングツールによる大きな再構成を必要とせずに短時間でグループ化できることである。同様に攻撃機能は機能するがより高いトーン周波数及よびより迅速な反復的な性質を持つためアラートの緊急性を強調する。パラメータタブはターミナルエンドユーザーがターゲットの宛先通信番号を事前構成できるようにするための重要な手段を 提供する。この事前に、プログラムされた宛先番号を使用して、エンドユーザーは、宛先無線端末、または、ロール割り当て、サーバーと連絡を取り、グループ内で、または、サービス取得要求が受信され、全処理され、最終的には専用サーバーと通信する。テトラ、コアネットワークを通じてディスパッチされる。これにより、再構成、または、 リサイクル構成プロセスが簡略化され短い割り当てでの柔軟性が可能になる。パラメータタブはまた詐欺や攻撃の警告の目的でワークグループの要件に一致するように事前に選択されたトーンから選択する手段を提供する。トランスポートアプリケーションソフトウェアツールキットを使用するとキーパッドから利用可能な意のキーを選択してアグレッション。 または不正クイックキーとして機能させることもできる。不正及びアグレッションクイックキーには、それぞれ、アスタリスクとハッシュキーを使用することを、おすすめする。詐欺や攻撃的なトーンについては、440を使用する、こともおすすめする、Hz 低速繰り返しトーン及び 880Hz 高速繰り返しトーンそれぞれ、トーンオープションは次の通りである。Hz 620Hz、880Hz、および 1060Hz。パラメータページには支援、またはヘルプメニューがあり、パラメータ内の最後のタブには、ツールキットのバージョンと現在までのトランスポートアプリケーションツールキットの履歴が簡単に説明されている。テトラアソシエーションは ETSI と協力して、手図標準も開発した。これは交代域データソリューションで、 テトラを拡張してデータの容量とスループットを大幅に向上させる。テトラが提供するものに加えて、テズは様々な適用変調方式と25から kHz から 150kHz。テズの最初の実装は既存のテトラ無線スペクトルで行われ、おそらく 50kHz チャンネル帯域幅により、音声及びテズサービスの同等のカバレッジフットプリントが可能になる。 テズのパフォーマンスは、広帯域データレート、広域カバレッジ、スペクトル効率に最適化されている。DSP テクノロジーの進歩により、QAM 変調を採用した、マルチキャリア伝送企画が導入された。YMAX wi、Wi-Fi、テズ規企画はこのファミリーの一部である。プロジェクト25とテトラは、世界中の公共安全無線ネットワークと、 民間無線ネットワークに利用されているが、技術的な特徴と容量にはいくつかの違いがある。現在、P25 は53カ国以上に展開されており、テトラは114カ国以上に展開されている。データ 2B ベラファイド。ありがとうございます。